リボンチャンネル。しんちゃん、はなお、おぐり、ゆりこさん、みんなおはよう。天野真白、14歳、12。シロ、いちいち動物に挨拶してたら遅刻するよ。この子は双子の妹、クロちゃん。クロエだから。一郎、二郎、三郎、四郎、五郎、六郎。日が暮れるから。シロってほんと動物大好きだよね。クロちゃんはどうして動物嫌いなの？うちは動物園なのに。ここは箱舟町にある箱舟動物園。あんまり人気がない寂れた動物園です。なんでかな、うちの動物こんなに可愛いのに。まあ坂の上にあってアクセス悪いし。ってお父さん？ああ、何こそこそやってんの？新聞の切り抜き？いやー、お母さんの記事をね。これはお父さん、箱舟動物園の園長さん。これはお母さん、世界で活躍する日本人獣医師天野さんだって。すごいだろ、お母さんはすごいんだ。はん、新聞だったら真実載せなさいよ。子供を捨てて仕事を選んだ最低な母親って。捨てただなんて。6歳の子供置いて出て行ったんだから同じことでしょ。消える動物たち、海外の動物園で動物が忽然と姿を消すという事件が多発している。この人はウタさん、箱舟動物園の飼育員さん。なんだこれ、気になるな。ウタさん、その顔怖いよ。また子供のお客さんに泣かれるよ。うっ、ハーコは殺されるかと思った。ウタさん無口だから。いやあなた誰？うちの動物園の子じゃないよね。今空から降って、あ、隠れた。こいつ、フクロモモンガだ。モモンガ？フクロモモンガは有袋類のフクロモモンガ科の哺乳類で、前足から後ろ足につながる皮膜で滑空することができるんだ。野生のノラモモンガってこと？それはないな、日本に生息してない動物だ。つまりそいつには飼い主がいるってこと。迷子なのかな。外で遊ばせてて逃げ出した可能性はあるな。嫌な予感。クロちゃん、飼い主探し頑張ろうね。やっぱり。いや、私動物嫌いだし手伝わないし。だって今頃きっと飼い主さん心配してるよ。この子だって飼い主さんに会いたいって思ってるはず。最後まで動画を見てくれてありがとうポシュン。チャンネル登録よろしくポシュン。グッドボタンやコメントも待ってるポシュン。これは毎日見るしかないポシュン。次の動画も見てね。